ケンイチです。今回も動画をご視聴くださいましてありがとうございます。今回の映像はですね、今年の1月2日に六甲山を走った時の映像をですねお送りしながら、ちょっと違うことを喋っていこうと思います。この1月2日はですね、去年から今年の初めにかけてだいぶ寒かったので、大阪の方でも雪が降り、六甲山を登るとですね、ところどころに雪が積もっているというか、雪が残っていると言った方がいいですね。まあ、そのような状況でした。まあ、若干ですね、スタッドレスタイヤが役に立ったかなという感じの六甲山を走っていましたので、まあ、せっかくなのでですね、この時の動画を使おうと思ってたんですけど、まあ、なかなかただただ走る動画を流すっていうのも面白くはないので、喋りながらですね、六甲山の景色を見てもらおうと思います。こちらはですね、再びの方から登ってきまして、六甲山の植物園とかを通ってですね、表六甲の方から裏六甲を通って、そのままですね、宝塚の方に抜けていくというルートを走っております。で、今回の話はですね、オデッセイハイブリッドのフロントグリルをですね、ラップでグリル隠しをして、しばらく走ってですね、燃費が伸びるかどうかという実験の映像をですね、まあ、撮ってたわけなんですけども、またですね、今度はエアコンをつけてみてですね、グリルを隠してたらエアコンの効きは良くなるのかっていうのを山道の下りで試してみようと思ってたんですけども、残念ながらですね、気温が上がってしまいですね、まあ、0度付近の時に実験しないと意味ないなと思ってたので、それぐらいの時期にやろうと思ってたんですけども、仕事が休みの時にですね、その気温になることはなく、だからちょっとあったかいなっていう雰囲気になってきてしまってですね、そのテストができませんでした。まあ、その代わりにですね、じゃあラップこのままにしてオデッセイハイブリッドしばらく乗ってみようっていうことで乗ってたんですよね。見た目はですね、スペシャルにダサいんですけども、でも実際にガソリンをですね、使い切るぐらいまでラップをしてたら燃費の効果とかも分かって面白いんじゃないかなと思ったのもあって、まあそれはそれでいいかと思ってつけてたんですけども、気温の方がですね、昼間に走るとですね、10度付近になることが増えてきました。でもちろんですね、10度付近でも平坦な道を走っていればですね、そんなに水温がめちゃくちゃ上がるっていうことはないので問題なかったんですが、郊外を走る時ですよね、特に、まあ、山道の上りとかもそうなんですけども、それだけではなくてですね、新興住宅地があるようなところですね、そういう場所を走るとですね、山を削って開発しているので結構勾配がきついことがあるんですよね。すごくぐーっと登った後にまた下ってみたいな繰り返すような道路を走ってたんですけども、まあそういうところを走っているとですね、水温の方がですね100度まで行きましたね。で、100度まで行ってですね、すぐに水温が下がってくれればそれで問題はないんですけども、まあ、上りがそのまま続いていくとですね、下がることなくですね、で次下りに入ったとしても下がったとしても95度ぐらいまでしか下がらずですね、あ、これはさすがに気温が10度超えてくるとまずいなと、そういう風になりまして、フロントグリルのですね、ラップで隠すっていうことはですね、今はやめてしまっています。もう少し気温が下がってですね、0度付近になったらもう一回フロントグリルを隠してエアコンをつけてどれぐらいの時間で効くのかとか、どれぐらい持続するのかみたいなのはやってみたいなとは思ってるんですけども、気温がもう今みたいにですね、日中10度ぐらいまで上がるっていうことになってくると、完全にフロントグリルを隠しているとですね、常に水温計に目を配っておかないとダメということになってですね、まあ、運転するのがちょっと気を使ってしんどくなってしまうので、ラップ隠しでですね、
走れるのはやっぱり0度から5度ぐらいまでだったら、まあ、少し EV モードに入ったら冷えてくれるのかなっていう感じがあるんですけども、10度を超えてくるとですね、ちょっと上りが続くと辛いなっていうのがよくわかりました。ですので常にですね、フロントグリルを隠して走るっていうのは、まあ、分かりきっていることではありますけども難しいなと思います。で最近ですね、そのフロントのラップを外して走ってみてですね、気温が8度ぐらいあるところでですね、前の山道の下りを下ってみたんですよね。そしたらやっぱり燃費の方がですね、そんなに出なかったですね。8度あったとしても前0度で走ってた時とほぼ変わらないぐらいしか走らなかったので、やっぱりラップで隠しておくっていうのは意味のあることなんだなっていうのは実感しました。エンジンをかけてすぐにラップを外した状態で山道を下るとですね、水温が本当にすぐに下がってしまって、もう30度から35度6度の間をずっと行ったり来たり行ったり来たりで、エンジンかかってかからなかったりっていうのを繰り返すので、まあ、それに比べるとですね、0度の環境でもラップでフロントグリルを隠してしまえば水温が下がるのはですね、ゆったりするのでエンジンがかかる機会が減るっていうのはもう確実に言えるということになりました。改めてですね、やっぱりグリルシャッターというものはですね、もうハイブリッド車には必須なんじゃないかなと思うように感じます。コメントの中でいただいてたんですけども、このグリルシャッターをつけたところで燃費計測をした時に燃費が上がらないっていうのがあるので、さすがにそれをメーカーがですね率先してつけるっていうことはしないんじゃないかっていうことなんですけども、まあね、もうですね、その運転する人たちのですね、まあ、このハイブリッド車を買うっていうのはもちろんですね、モーターの走りを楽しむっていうのが一つあったりとかですね、ホンダで言えば今の EHEV の走りを楽しむとかですね、昔だったら IDCD とか IMMD とかの走りを楽しむっていうことをしたいっていうところもあるので、まあそれだったらですね、別にグリルシャッターをつけることなくですね、燃費を気にせずにモーターの走りを楽しむっていうのはまあいいとは思うんですけども、やっぱりハイブリッド車、少しでも燃費がいいっていうところは期待している一面ではあると思うので、カタログ燃費が伸びなかったとしてもグリルシャッターを取り付けてもらってですね、乗ってる人がより快適に過ごせるような、快適にというかよりですね燃費が出るような環境を作ったりとかですね、また暖房を使った時にですね、無駄な水温の低下を防いでですね、暖かい風を早く脱出とか、その暖かい風を持続させるためにですね、そのような装備をつけてもいいんじゃないかなと本当に思います。ここはですね、そのホンダのハイブリッド車ついているのがアコードと CR-V だけだと思うので、これをですねどんどんと広げてほしいなと思いました。特にですね、オデッセイハイブリッドの方は後期型にマイナーチェンジをしてですね、押し出し感の強い顔にしてちょっと高級感を出していくっていう感じなのにですね、他の CR-V とかアコードとかですね、まあ言うたら同じクラスのエンジンが乗っているものと比較してこの車乗っていないということになると、やっぱり物足りなさっていうのは出てくると思うので、やっぱり同じステージに上げてあげてもいいんじゃないかなと思いますね。そしたらですね、オデッセイハイブリッドはまだまだいい車になるんじゃないかなと思うんですけどもね。ということで、フロントグリルをしばらく隠してですね、もうちょっと走ってみようと思っていたんですけども、まあ、残念なことにですね、水温の方が100度近くまで上がってしまうっていうことが繰り返されていたので、さすがにですね、気を使いながら走るのはしんどいっていうこともあって、今は外しております。またですね、このような実験で面白そうなことがあったらやってみようと思いますし、もうちょっと実用的なことで何かできそうなことがあればやってみようと思います。それではですね、今回の動画はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。